生まれてきたみたいなものなので、ぜひぜひそこに取り組んでもらいたいなと思います。で、この稽古なんですけども、今からどういう稽古をしてほしいかっていうと、まあ、ここにいる人は、ね、さっきもやってたんで分かると思いますけども、こうやってオンライン上で、やる人はどう何を稽古したらいいのと。何を稽古したらいいのか分からないと思いますので、ここで、まあね、前回同様、翔太君の体を使っていろいろやってみたいと思います。で、その一番初めにやってもらいたいことが、そのお辞儀の力にも書いてあるように、礼法なんです。ここからまず始めてほしいなと思います。で、礼法っていうのは、その名の通り、ゼロになる方法なので、ゼロ化方法。ゼロ化メソッドみたいな感じですね。礼法です。要は自分の、心や、マインドや、体の状態をみそぎみたいなもうゼロ化すると。そこに不浄なものを全部こう浄化させようというのが、ゼロ化ということで。で、それどうやってやるのって言ったら、礼法を使ったら、まあできますねということなんですね。で、その礼法の中で、この公開術で、をやる前に、まず、まあ、簡単なね、自律浄化をしてほしいということです。で、自律浄化、自分で自分を律するために、自分の心と体を浄化してもらいたい。それどうやって浄化すんのみたいな。ね、まあ、言ったらもう、ババ抜きしててね、パッと引いたら、うわ、浄化やみたいな。うわ、これどうやって浄化したらええねみたいな感じですよ。ね、まあ、それは誰かに引かせたらいい。そうしたら、浄化違うとこ行くので、浄化されてないやんって。どっかにババアあるやんけみたいな感じですけども、我々の礼法は完全に浄化されますので、ぜひぜひ、実践してもらいたいなと思います。だからもうね、ババ抜きのジョーカーもね、もう浄化されてしまって、もう存在できないぐらいの、状態になったらいいなという、そういった、礼法になってます。で、やり方、細かく言うと27個あるんですけども、大雑把に言うと9個なんですね。9個あります。で、さらにこれをもっと大雑把に言うと3つです。で、この3つは、1つが戒礼というね、戒礼。まあ、ちょっと簡単なのを聞いていきましょうか。はい。開く礼、ね、開きますみたいな戒礼です。で、2つ目が拝礼。拝礼ですね。拝礼。もうちょっとね、家の中入れぐらいの感じです。入れで、3番目が、あ、これが1番目だ。2番入れ。3番目が修礼ですね。修礼ですね。先生、田中君が、ね、僕のなんかあの物を隠しましたみたいな。っていうのは、修礼でよくね、言われますけども、そっちの修礼じゃなくて、自分のゼロを収めるという、そういう修礼ですね。終わりの回ではありません。開い、礼を開き、ゼロを開き、そして、拝むってことですね、まあ、祈りの、礼をして、そしてそのエネルギーを収める、戒礼、拝礼、修礼が1、2、3です。で、これもっと細かく分けると、これが9段階、3つの9段階になり、で、さらに細かく分けると、27段階になると。もしチャリンコやったら大変ですよ、27段階になったらね。もうどの段使って走ってるかわからなくなりますけども、まあどうでもいい話ですけども、でも礼法ではこんだけ細かくね、段階を分けた方がより繊細なエネルギーコントロールができるようになるので、で、今日は特にですね、午前中とかそういったものをやっています。この改例からやりたいですね。改例で一番初めにやるのが封建ということですね。封建っていうのは何かだったら、その江戸時代は、ね、その民主主義じゃなくて、ね、封建制度だったみたいなパターンの封建とはちょっと違います。包む拳とか、ね、中国でパオチェンって言いますよ。パオチェンリーですね。封建、まあ、よく中国の映画で出ますよね。こう、剣を包むことですね。あなたを叩きませんっていう意味です。で、ここは輪になるので、その輪をね、大きな輪、大和を意味しています。そして、5つの、5つやか、こうやって定するので、4つの、4つの海と、5大陸、5大陸4つの海、要は地球全土を、調和させるという意味があります。
そして、こちらが太陽でこちらが月なので月と太陽を一つにする、要は陰陽一体、まあ、明るいという字になりますね。これを国民陰と言うんですけども、これをまず一番初めにやりますね。でこれも前回ちょっとやりましたけど復習としてやります。どうやってやるかというと、まずは、ミロコミュニティに入っている人は必要っていうのがあります。必要っていうのは必ず必要になってきます必要になってますね。7つの要です。7つの要は、ミロコミュニティでいつもね、トミー大先生がやってるように頸椎、胸椎、仙骨、つま先、指先、そして目先、意識の位置のこの7つですね。この7つのうちの頸椎、胸椎、仙骨、基地としますね。これ3、4、基地とします。で、その中でその七葉を整えた後に、特にね、三葉をね、背骨をきちっと整えた後に右手を拳にしますね。右手を拳、そして左手をパーにします。そしてこの左手のパーの親指をここにこうくっつけます。こんな感じですね。そしてこれとこれを合わせてニャッと、こういう感じですね。これが、パオチェンリーで、方剣で、方法ですね。で、これがちゃんとできてるかどうかっていうのをどうやってチェックするかっていうのをやってみたいと思います。普通はこうやって、ニハニハーと、ね、シェ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 ってやってるかもしれませんけども、ちゃんと意味があります。で、体の状態、そしてこの拳と手のひらを合わせる状態で、体の内部に流れるエネルギー状態が瞬時に変わってくるってことですね。それをどうやってチェックするかを、中川翔太君の体を使ってやりたいと思います。前回の復習ですね。まずは僕のこの腕を掴んでもらいます。こうやって。あ、こっちはこっちの手で掴んで、こっちはこっちの手で掴んで、こうやって掴んでもらって、僕は前に押しますね。前に押します。グーとパーで前に押しても。前に押せない。これ全身映ってないからね。あれ映る。ちょっと靴下履いてるんで、地面滑るんで余計に押せませんけども、押せないですね。で、翔太君は裸足なんで、地面の摩擦力使えるんで、なんか無理な感じはしますけども、押せないです。押せないのは、押さないからじゃないです。まあ、押さないって言ってもそれはちっちゃくて、押さないっていう意味じゃなくて、押してるんですけど、押せないんですよ。で、なぜ押せないかって言ったら、彼の方がすごいバランスがいい状態にあるからですね。で、じゃあ自分の内なるバランス、心と体のバランスをどうやって取るのかということです。まず1番目は七葉ですね。頸椎、胸椎、仙骨、つま先、腸腰、正眼、正中の7つを、整えます。何かといったら自分にとって正しい姿勢になるということです。で、それができたら2番目に方剣礼をします。で、方剣礼も人によって1はここの方がいい、ここの方がいい、ここの方がいいっていうのは人によって違うんですよ。だからこうやって真似したらいいっていうものじゃなくて人によって違います。で、この、もうこの前後もここの方がいい人、ここの方がいい人、ここの方がいい人って言って人によって高さも違うし距離も違うんですよ。一番エネルギーの通り方でも何度もやってると、何度も対人で稽古してるとこの場所っていうのが見つかるっていうことですね。例えばですね、今こうグーとパー離した状態で前に押してもなかなかエネルギーは、彼には到達しないんです。でもこれとこれこう合わせます、くっつけます。こうやってペタッとくっつけて、そして正しい場所に置きますね。自分のこれを正しい場所、方剣礼を正しい場所に置くとこうやって相手が動くようになります。まあ、ちょっと見やすいとこうしましょうか。こうやってたら押そうと思ってもなかなか押せないのに、これ合わせますね。こう合わせて、そして肩の力を抜いて正しい姿勢になると、ちゃんと腕に力がみなぎって相手の方に力が来る。でこれは何の証明かって言ったら、僕のエネルギーがゼロ化されてそのニュートラルな状態になったので、中川ね、翔太君から反発が起きなくなったってことです。要するに抵抗がなくなったってことですね。で、抵抗がなくなるっていうのはどういうことかって言ったら、自分の内側に
抵抗がなくなったから相手からも抵抗がなくなったということ、これすごい重要なことで、要は相手にどうこうして何しようとしてるんじゃなくて、自分の内なるものをすごいクリーンにしたいわけですよ。で、自分の内なるものをクリーンにすると、いつの間にか自分の周りもクリーンになってくると、要はもうクリーンがクリーンを呼ぶわけですね。もうある日パパと2人で語り合ったぐらいですよ。クリーンクリーンですよ、ね、もうその緑が燃えますからね、それもね。おね、なのでそれぐらいクリーンになると、要するに自分のクリーンさが相手が持って、相手が不浄な状態で自分を持っても、不浄なものを不浄で何とかしようと思っても、相手の方が力が強かったり筋肉量が多かったりとかしたら無理でしょっていうことですね。なので自分のクリーンさですね、霊法でこのパウチェンディ法権令を使ってクリーンになることによって、相手にエネルギーが伝播するということが起こる。ということは、自分がクリーンになった証拠は、相手が後ろに行ったりとか自分が思った通り動いてくれたら、自分のクリーンさが伝わったという証明になるということですね。で、まずはこれをやってほしいということですね、こういう法権令で自分の体と意識を整えて、そして誰かに腕を持ってもらって前の方に押してみて、相手が動かなかったら自分のクリーンさはちょっと少ないかなと、でも相手が動いたら自分のクリーンさは相手にちゃんと伝わってるなっていうことが分かるということですね。大体分かりましたか。で、それともう一つが、今ちょっとやってみて、こうやりますね。で、よっ、おっ。